チャンネル。こんにちは、佐藤さん。はい。とうとう私も開幕しました。何の人？ノースリーブ。あ。この動画が何番目に使われるかですね。いや、そう、わかんない。いつもしかしたらもう秋とかに出るかもしれないし、冬に出るかもしれないし。しかももうノースリーブ出てんのに開幕しましたっつって、いやもうとっくの昔に開幕してんぞみたいなね。はい、いや、それで皆さんちょっとご了承ください。ちょっと僕も突っ込んだらよかったですね。いや、最初来るかなと思ったら全然来なかったんですよ。おいよいよ、なんかもう春ですねみたいな言われ方なんですよ。もうここまで今日袴田さんと会って、もうすぐもう1年が経ちますけど、わかるでしょ、人に興味がないっていう。いや、そうなんですよね。なんか私がなんか変えてきても何も気がつかないっていう。でも自分からそろそろ言おうかなみたいな。そうですね。はい、なんかあれだけノースリーブのコメントとかもいただいてたので言ってくれるかなと思ったんですけど、なかった。袴田さん、こんな人間なんです僕。本当に人に興味がない。ね、いや、いいですよ。それもね、いいところではあるんですよ。はい。だからちょっと自分が自分のことだけを見過ぎてるんですよね、多分。いや、それもね、いいところだと思いますよ。はい、いや、野球のプロ野球の開幕に合わせて、ノースリーブ着ようかな、いい時期かなと思ってたんですけど、なかなか開幕しなかったんで、もう着ようみたいな。今日めっちゃ暑いじゃないですか。暑い。ね。もう今日はノースリーブ日和だと思って着てきました。それだけです。はい。まああれですね。じゃあ今日は人のこと喋ろうかな、じゃあ。お。自分のことじゃなくて。お、自分のこと今日喋んないですか？今日はですね、はい、今までまあロッテもそうだし、オールスターとか、WBC オリンピック行きましたけど、いろんなピッチャーを受けてきて、うお、そういうことかって思うことがいっぱいあった投手っていう。へー、あ、この投手、ああ、なるほど、そらすごいなっていうのが。いや、それはただピッチャーの技術としていいピッチャーだったなってことですか？そうですね。だから受けてみて、だからもしくは、あ、こいつすごくなるな、絶対っていう。なるほど。他のチームのね、ロッテじゃなくて他のチームのピッチャーのことを受けてきたんで語ろうかなと。お、いいですね。今まで上原さんがね、僕が受けた中で上原さんが一番いいっていうのはずっと言ってきてるんですよ。だから今回は上原さん以外でっていうところで喋っていきたいなと思って、あれ2007年の11月ぐらいに北京オリンピックの予選があったんですね、12月に。でその予選に行く前に神戸で合宿があって、その時にだからホットモットですね、神戸のグラウンドで関西の社会人野球チーム選抜と、まあ練習試合があったんですよ。でその時に出た時に涌井と初めてバッテリーを組んだんですよね。でその時に涌井が投げてる間はまあノーヒット、まあ打たれなかったんですけど、受けてみて、ああ、そら勝つな、すごいと思ったんです、涌井が。そう何がすごかったんですか？コントロールが、やばいぐらい良かったですね。でしかも球持ちもいいし、そのボールの出所も見づらいし、キャッチャーから受けててもいいと思うことはやっぱバッターとしてそれは打ちづらいんだと。でしかもあの時何があったかな、まっすぐ、カットとかスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップとか結構多彩な変化球あったんですけど、どのカウントでもサイン出せるんですよ、ちゃんと投げてくるから。だから選択肢がいっぱいあって、バッターのことに集中できるっていう。だからこれ、それ勝つなと思ったんですね。めちゃくちゃいいやんと思って。それまあもちろん対戦しててもいいのは分かってますけど、受けてさらにめちゃくちゃいいやんと思ったんですね。バッターの目線とキャッチャーの目線、その対戦はしてるじゃないですか、何が違うんですか？取るとまた変わるんですか？取ると良さがさらに分かってくるんですよ。へー、こういう感じなんだ。だからって言って受けてるからって打てるわけじゃないですよ。これ何回も言ってきますけど、代表とかで受けたからってそのピッチャーが打てるようになるわけじゃないんで。いや、なんかキャッチャーってそういう面では打ちやすいのかなって思っちゃうんですよね。いや、それ何が来るか教えてくれてんだったら打てますよ。あ、まあそっか。何来るか分かんないんだからそれで一流ピッチャーなんですから、受けてて打てるんだったら代表に行くキャッチャー全員3割バッターですよ。そうですね、確かに。あ、でもバッターだとどこに来るか分かんないけど、キャッチャーだと要求したところに綺麗に投げてくれるってことですよね。しかもこっちの糸組んでくれたり、練習とかだとまだいまいち分かんないんですよ。そう、実践の中でしかいまいち分かんないところで受けた時には、これはそれは勝つなって思ったんですね。へえ、涌井投手ってそういう感じだったんですね。しかもどのカウントでも変化球のサイン出せれるやんみたいな。常に5分の1 5分のから考えれるやんみたいな、大体ピッチャーって5個あっても実際ちゃんと投げれるの2個とか3個のピッチャー多いんで、5個全部いけるやんみたいな、全部の質がめちゃくちゃいい、しかもコントロールもいいし、はい、そら勝つなと思ったっす。へえ、今もそれって、まあ、持続されてますかね。それは仕方ないですね、もう晩年だって、だって2007年ですから、13年前ですから、ね、13年前、うん、だって涌井って今何歳なの？涌井だって34だもん。4か、ってことその時ってまだ21だったってことですか？うん、だから3年目だね。へえ、56だから3年目だから21歳、あ、21歳か、だから2007年で最多勝取ってるで、はい、じゃあ横浜高校を出て、うん、3年目でそのぐらいの質が高かったと。ああ、それはこれはだからもうそこからこれはエースになっていくなと思ったんですよ。そっか、その時ってまだ全然エースじゃない。まあエースだけどね、最多勝取ってるからね。まあそうですよね、もう完全エースですね。であとはですね、2008年、北京オリンピックでマー君とバッテリー組んだんですよ。でその時だってマー君は、マー君何年入団？2年目だ。おお、ルーキーですか？ルーキーの時だから2008年は2年目だね。はい。の時にオリンピックで受けたんです。だから20歳ですよね。受けた。だからまあその時はまだそのダルビッシュとか川上憲伸さんとかメインでいたから、どっちかっていうと中継ぎのロングパターンの感じだったんですけど、受けたんですよ。まず驚いたのがでかいなっていう。打席で立っててもでかいなと思ってたんですけど、キャッチャーで受けててもでかいなと思ったんですよね、そのマウンド上で。しかもまたこれがコントロールよく質の今スポン曲がる落ちるって言って、こいつはやばいなと思ってこれは勝つなと思ったんです、その時にも受けて、その北京の時に。で代表なんて緊張感もある中、めちゃくちゃいい球投げてたんですよ。何戦かはちょっと正直忘れちゃったんですけど、もう構えてるところにコントロールよく、代打に20歳の若者が、まあ新人王を通りましたけど、これは末恐ろしいピッチャーがまたパ・リーグに生まれたなっていう。へえ、そっか、新人王を取ってても受けることってなかなかそういうないですね。ないです、ないです。でオールスターって言っても、若干遊び入ってるんで、そこまで真剣にガッとアドレナリン入れてこないじゃないですか。はい、そっか。その時ルーキーの時対戦はもちろんしてるんですよね。してます。やっぱり受けると違うんですね。もうこれは受けてゴーン、こうなんかこうなんかミットに伝わってくる球の感じ。へえ。伝わり方ってまあ感覚的な話だと思うんですけど、なんか入り方とかこう振動とか強さとかあるんですか？本当にいいピッチャーっていうのは取るんじゃないんですよ。入ってくるんですよ。へえ。勝手に。要求したところ。取りに行かなきゃいけないっていうピッチャーはまだその超一流にあるじゃないですか。超一流は入ってくるんですから。へえ、そうなんだ。変化球にしても何にしても取りに行くんじゃなくて入ってくるんですよ。じゃあ田中投手の場合はもう高卒2年目でそれを感じた。感じた、そのオリンピックの時に。でこれはすごいことになるぞってその時に思ったんですよ。このまま伸びればただめっちゃすごいことになりましたね。負けなし24連勝っていうはすごかったですね。マー君もすごい、まあ、もちろん活躍はしてる選手ですけど、先見の明ありますね。まあ、明というか、まあ、オリンピックに選ばれてるんでね。でもその時の衝撃がすごかったです。へー、これはすごくやるんちゃうかっていう。はい、だもちろんね、その代表に行くと調子のバロメーターもあるんで、はい、すごいけど調子が悪かったりとかいう選手もいるんで、はい、まあ、なかなかね、その一発でっていうところ、だからこのなんか巡り合わせですよね。まだいますか？だから3人いきましょうか。あ、3人。はい、もう1人。だコントロールでいきましょうか。はいね、涌井もマー君もコントロール。はい、もう一人はですね、川上憲伸さんです。おお、北京オリンピックで一緒に行ったんですけど、バッテリーも組んで、でその時にまあ一番思ったのは、憲伸さん僕の一つ上なんですよね。で憲伸さんは徳島商業っていう、で僕は鳴門工業で、憲伸さんが高3の時に夏の予選でも当たって、まあ2対1でサヨナラ負け食らってるんですけど、徳島っていう小さな町でオリンピックっていう大きな世界の中で、その2人がバッテリー組むって僕一番幸せだったんですね。でも確かに上原さんもダルビッシュも組んだし、もう涌井もマー君とかも組みましたし、いろんな本当に超一流の投手とバッテリー松坂とかもね組みましたけど、一番嬉しかったのは川上憲伸さんとオリンピックでバッテリー組んだことですよ、僕の中で、人生で。だって同同じだからもうそのちっちゃい頃からっていうか、まあ地元で一緒にやってた人とそこで一緒にっていう、しかも徳島市、これがもし大阪とか千葉とか神奈川東京とかその都市部とかだと話は変わると思うんですよ。ありえる話ですよね。でもその地方の一ローカル都市の徳島で同世代がオリンピックでバッテリーってこれも受けてる時から嬉しかったです。ああ、そうなんですね。しかもコントロールめちゃくちゃまっすぐ、はい、カットもボールからキュッて曲がってくるし、はい、これはそれはすごいなと思って、へえカンピンとか、はい、コントロールは本当やばかったし、うん、すごかったですね。だからなんか勝つ理由が分かるのが受けてて面白いですね、はい、これはそれは打つ方も苦労するなっていう、うん、こんだけ針の糸通すぐらいの球を勢いあるとこまっすぐと曲げてこられたら、うん、それなかなか打たれへんでっていう、しかも寸分狂わず投げてくるなみたいな、うん、だからサインも躊躇することなく出しやすいんですよ、はい、本当にキャッチャーとしてもやりやすいと思う。そうそうそう、その代わり責任はこっちにかなりきますよ、うん、構えるとこ来るんで、はい、その代わりポンポンと出しやすいです。そういう方もそういう一流の方々とかって首やっぱ振りますか？でももちろん振りますよ、うん、はい、それでもこんなんばっかりしたいです。上原さんは1回も振らなかったです、 WBC 準決勝で。あ、そうなんですか、はい、もう全信頼を、うん、だからなんかっていうのを後では聞きましたけど。そうなんですね、はい、川上憲伸さん、いやなんかいいですね、その地元からのっていう。あれは僕の中の人生で一番嬉しかったバッテリーですね、憲伸さんとオリンピックで日の丸つけてバッテリー。じゃあ佐藤さんが、まあ、これは一番今までで嬉しかったことなんですかって言ったらそれですか？バッテリーを組んでね。あ、まあ、バッテリーっていう、そうそう、くくりで言うと、ああ、そうなんですね。もう人生で一番嬉しかったです。一番嬉しかったし、あ、なんか、で、これは僕の親も言ってましたね。なんか感慨深かったっていう。あ、そっか、もう見てたから。そうそうそう、見てて、その徳島の小さい町からオリンピックでっていう、それは高橋先生という高校の先生も言ってました。へえ、なんか、同郷って嬉しいですよね。うん。でしかもね、小さい町なんで、大きければねまた話は変わりますけど、小さい町でお互いを認識し合う中でっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。ちなみにその、まあ、上原さんとか、まあ、そういうすごい方々いっぱいいますけど、ロッテでバッテリー組んでっておっと思った選手いないんですか？いないね。だって何回も組むから、はい、いや初めて組んだ時にうわいいピッチャーだなみたいな。でも練習もずっと受けてるから。そのなんかもういいピッチャーだなっていうのがないですね。そういう思いが。そっか、たまに組むからこそおおすごいなるんですね。そうそうそうだからさ。ああ、なるほど。で毎日ステーキ食っててもね、美味しいですけど。はい。たまにステーキ食べるから美味しいですね。そうそう、なんかこう違いがね。はい。だからいいロッテもいいピッチャーいっぱいいましたけど、そのチームメイトだからおおとかそういう感情がないですよ。あ、そっか、今日調子いいなとかそういう感じになっちゃうんですね。どういうふうに勝たそうかな、だからそういうだからうわすごいなって、そのなんかちょっと違うっすよね。なるほど。なんか面白いですね。そんぐらい若い頃からやっぱすごい方ってすごかったっていう。だからまあね、この3人本当にコントロールもすごかったし、マー君と若いの若さでのすごさ、あとは憲伸さんと同郷で世界一を決めるオリンピックの舞台で一緒になったっていうのは嬉しかったですね。なんかこういう話本人見てくださってるといいですね。ありがたいですけどね、はい、電波は世界共通ですから、はい、どっかで見といてほしいですよね。そうですね、はい、世界です。 YouTube は世界ですから。そう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 